久保さん分かっていたことですら分からないというねこのトンチですけどもうんまあ多分ね僕もあの僕がラッキーだったのが分かっていたことをやったっていうね分かっていたことをやったっていうこれからインターネットが来るだろう多分みんな分かってたんじゃないかなと思うんですよねだけど僕は なんでそっちのせ、分かってたけどみんなが飛び込まれなかったけども、飛び込めたかっていうと、その、みんなが行けなかっ行けるところに行けなかった、就職があんまり微妙だったっていうところで、もし僕が普通になんか就職してたら、まあ、こんなことやってなかったでしょうね、多分うん。でも、人生って面白いですね。 もし僕が普通に就職してたらこんな動画撮ってないだろうしね多分ネットビジネスもやってないだろうしあの時でこう自分で飯食って自分で飯食ってかないといけないなと自分で稼がないといけないなともう本当に思いましたからねじゃあその時にみんなが分かってただろうインターネットはこれから来るだろうと まあだから当時ね、僕、あの、携帯アフリエイトで3000万稼ぐ、バリバリバリューの島田晋介さんがやってたやつを見て、まあ、これだと思いましたよね。これからはもうここだと、これしかないなっていう。副業で3000万ですよ。異様ですよね。<laughs> まあ、着メロサイトを運営してたんですけど、その人。で、まあ、着メロサイトのアフリエイト報酬3000万みたいなね。異様ですよね。うん。あれ見たときもい、異次元だったんで、 あこれ、まあ、やっぱ、すごいな、ネットすごいなっていうか、ネット、本当すごいなと思いましたけどね。うん、そうでも、あれ、だ島田紳介の「バリバリバリュー」の当時の,その見てた人って視聴率、僕だけってことはないと思って、<laughs> まあまあ、視聴率あったんじゃないですかね、島田紳介さんの「バババリリリューバリバリバリュー」バリバリバリュー。 バリバリ世界バリバリバリ。二千三年で今もう二十年前ですね。二千三年のやつですね。もう約二十年前の番組ですよ。<laughs> うーんすごいな。早いですね時代っつのはうーん。まあみんな分かってることですらやらないし、分かっててもやらないし、結局分かってる方が分かってない。 稼げるノウハウでもやらんし、みんなの銀行もやらんしね、あ、久保さん、みんなの銀行、今日入金あってね、あの10万超えましたね、トータルで、ようやく、ようやく <laughs>、ようやく積もりましたね、ちょっとずつ積もってきて、10万のオーダーいきましたけど、いやー、ちょっと長かったですね <laughs>。でも、まあカメのごとく、ちょいちょいもうやりまくって、30万まで僕は生かしますけど、うん。 まあ今ね、報酬が1500円でね、当時よりね、500円アップしてるので、ありがたいですね、逆に。うん。まあこれからも、あの、報酬があるたびに、あの、まあ動画撮っとこうかなと思いますけどね <laughs>。僕あの、下ろしてないですから、久保さんは多分ちょっと引き出したと思うんですけど、僕は、あの、絵面的に、あの、30万までは残して、全部それスクショでやるんで、下ろさないですけど。うん。まあとりあえずね、30万までいったら、 あの次のねあ、あれ買おうかなと思いますね。あ、でもねペ、PayPay ペに移して PayPay ペペで買い物をしようと思ってる部分があるんで、どうしようかなペ。PayPay ペに移エアロもね、買いたいんですよ。エアロとか、の車の,あのパーツですね、今度、いろいろと。でもそれは別でペ、PayPay ペの、あれに回すペ、PayPay ペのお金に変えようかな。PayPay ペペに変えた方が20%戻ってくるんで 無料で30万作って、その30万をペイペイで使って、また20%戻ってくるわけじゃないですか。30万ペイペイであのまあそあのヤフーショッピングですよ。まあソフトバンクユーザーは、まあ、20%ぐらい戻ってくるので、なんで30万の、30万の20%っていくらだ ?30 万20、20%。買い物したら、ま、あこんぐらい戻ってくるんで。30万の20%。 30万の20%。6万円ですね。つまり、6万円また戻ってくるっていうね。<laughs> 6万円戻ってきます。30万の20%。30万をヤフーショッピングで買うと6万以上戻ってくるんで、これすごいっすね。<laughs> そう。で、その6万以上戻ってきたやつをまたボーナス運用して増やしてみたいなね。 なななかなか減らないですね <laughs> そうただね今ねボーナス運用してたんですけどボーナス運用も今20あじゃあボーナス運用も12万ぐらいになったんですよ12万5000円だったかなでその運用してたんですけどなんか今相場がちょっと微妙っぽくてあのマイナスになったんですぐもう今下ろして一時停止してるんですけど またちょっとね、えー、まあ、3月の2何日に、その有料化になるんですよ、一部が、ペイペイのボーナス運用が。その前にさ、3月1日ぐらいに、まあ、回また入れ直して、十何万、ボーナス追加のやつ、12万ぐらいのやつ全部入れ直して、また運用して、ちょっと様子見ようかなとは思ってますけど、うん、まあ今、世界状況がね、ちょっと微妙な部分あるんで、うん、まあ、様子見て、また戻そうかなと思いますけど。 あなんかこれを知ってる知らないやるやらないじゃ全然やっぱ違いますよね <laughs> 本当に <laughs> 何なんだろうね、うん、これすごくないですか,、うん、だか無料で30万作って30万を PayPay ペーペーで,で Yahoo ショッピングでもの物に転換してで6万以上戻ってきて PayPay ペペでで6万以上戻ってきたやつを増やして まさ8万ぐらいにして、また使って20%戻ってきてみたいな、この、なかなか減らないですね。<laughs> <laughs> ありがたいですね、はい。この錬金術ですね。はい。はい行ってらっしゃい。